そうだね、あ、そうだよ、ね、ですよね、柔道方面の片手が全然、はい、あんまり結構無茶苦茶の形じゃなくて、だからね、この辺も全部そうです。これが E18 番の潜水艦だから第6艦隊所属の潜水艦なので、あ、まじか、そうですね、すげえな、こんだけいっぱいあったんだって、すごいですね、すごい、これだけ模型があるんだ。すごいです、ね。こんなになったら何も残ってないもん。全部違うやつですよね。全部全部違う。違う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 今残ってるのが全然違いがわからない。え、102と101とかも違うんですか？101ってはどっちだったかな。ディーゼルエンジンとタービンエンジンで、マスが1の方がどっちかなんです。それが分かればいいんだけど。すごい。エンジンが違うんですか、これがタイプ日本海軍の1944年の終わりから45年の頭にかけて、この船が強かった、結構使ったりここで固まってちょっと小さめな気がします。これが戦艦守るんですよ、すごくないですか、片から見ると同じようにしか見えないみんなどれも似たね、エンジンが違うらしいですよ、この2つ。今聞いた。うん、してる。外見が分からないけど、エンジンっていうか、ミニオンクリみたいな、何も変わらない。なんか自分の飲み物間違えてるんですよ。缶の長さが若干違うはずですよ。エンジン構成とか、大体ちっちゃくなる。この構成に入れるのはこれですよね。あ、これか。これ、所有をこう置いて写真撮る。ああ。最初はこういうの、その前はこのスズヤというかトネがそれに近いんですね。トネの初期型はこのスズヤはそうだったんですけど、後ろに飛行機をつなぐ、これだと爆風で、発射の爆風通で壊れちゃうんですよ。で、それを防ぐためには、じゃあなるべく離そう。じゃあ、大砲は前、後ろは飛行機を分けたのがトネなんです。なるほど。モガミなんかすごいですね。モガミはだから改造して後ろも持ってそうですね。結局飛行機させるためには後ろ通した。後ろの、まあ、飛行機はつめない。まあ、飛行機を乗せるために前後ろを乗せるために、ちっちゃいものにどんだけ詰めないんだって。ソニーをね、まさにソニーみたいな。そうそうただ改造の余地がなくなって付き合う、はい、そしたら解放主義って変わるから動きとか細かく作りすぎてきた、青葉この世界の片隅には見たら見られた感じ、それがこれ青葉、あ、ここに出てくる、あの、そうそう、あの、あれもクレで最後はね、あの動けなくなっちゃう。それが青葉、これが青葉。あれのモデルだったらこの辺に。じゃあまんまこれ。うちの渋谷のおじさんも昔こんなに。新宿湾まで行ったらしいですよ。新宿湾まで行って。